はい、アフタートークです。ではまず今週もお疲れ様でした。お疲れれ様でした。今週も、いや、そうだ、今週は月曜日からしんどかったんだっていう、<laughs> なんか毎週同じこと言ってるけれども、本当に。 確かに楽な仕事が楽になるとは思わないし終わりがあるわけでもないのは重々重々頭で分かっていてもやっぱりしんどい日と。 まあちょっと今日は気軽に行こうかなとか思う人、うん、毎日が100%ではやっぱりやっていけないよねと、うん、つくづく私最近。なんか私はやっぱりあの本当ねまあ私みたいなのとアスリートを一緒にしちゃいけないと思うけどけれどもでもやっぱりなんか気持ちが分かるというか今までこう自分がすっごくもう大切にしてきた楽しいと思っていたことだったけれどもやっぱり 体力の限界っていうのがいつか来るなっていう。で、その限界が65歳まで続けばいいけれども。続かなかった場合ね、うん。続かなかった場合とかも,も、もうすでにしんどいし、このしんどいのは何だろうやっぱり、うん、この年齢的なね、更年期で一時的なものなのか、それとももう、やっぱりこれからどん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 辛くなっていくのかわからないけれども、 あの、私がね、こう自分、私50代半ばじゃない、うん、そうすると、私よりも,もちろん若い人もたくさんいるんだけれども、私よりもさらに上の人もいる、いるんだけど、やっぱりみんな一つ言うのは、やっぱりこうバランス。 例えば肩の手術をするとかね、うん、やっぱりご、何てうんだっけ、五十肩みたいな、うん、とか、やっぱり膝とか、うん、やっぱりガタが来るわね。うん、やっぱりそうしたときに、そのやっぱりきちんと先生に、医者に、自分が何かおかしいなと思ったときにきちんと医者に行き、医者がじゃあ、あの肩のショルダーはね、これや、手術した方がいいですよっていう、まあ、あの、運動したりとかで楽になることはあっても、いずれね、 あの手術しないと結局後のクオリティーライフに影響がいきますよっていう話になった時にきちんとするかしないか、うん、でそれをしなかった場合っていうのは本当に後から後から、うん、やっぱりこういうさあの医療系っていうのはあの怖いじゃんわからないだけに、うんうん、だからやっぱりできる人できない人する人しない人っていうのが出てくるんだけれどもでもそれを その判断でかなりのクオリティライフっていうのは左右あのされるような気はする本当に50歳ですべきだったことを55まで引きずるともう60歳ではもう倍になって帰ってくるみたいな、うん、でそうなった時に本当にあのリタイアを60でしたくなかったのにしなくちゃいけないとか、うん、やっぱりそういう状況が出てくるのはこやっ自分のタームでリ,リタイアしたいじゃない。うん うんだからやっぱり自分の思わぬ思わぬ方向でこう健康的なことでやめた方がいいっていうふうになるよりもそれまできちんとテイケアして自分が65と思ったら65でやめれるようにあのバランスをね保ってやりたいなとは思うだからやっぱりなんとなくスローにはなっていくよねとは思うメンタルもねもうなんでももう今日 絶対しなきゃいけないと思うことも、まあでも今日しなくても明日があるからいいってだらけるわけじゃないけれども、でも終わりがないじゃない仕事って。うん。それは思う。ただ、あの期限のある仕事だったりとかっていうのはやっぱりあるから、その、そのこう区切りをね、うまくつけずつ,つ,つあの、だらけられるところはだらける。で、休むときは休む。やっぱりそのバランスかなと。 まあね、そこがまた難しい仕事をするとね。あのただあのアメリカの場合はさ、あのバケーションってちゃんと自分のタームで取れるじゃない。たとえそれが2週間であろうと、私は3週間毎年取るんだけれども、ほら日本みたいにみんなが一斉にバーッと、なんだっけ、えー、5月にほら、なんだっけ、大きな連休来るじゃない。ゴールデンウィーク。あんなふうに取らなくても好きなように自分の。 家族と再反応一緒に取れればみたいな感じで取れるからそれはいいかなとまとまってうんまあねいやでも本当に毎週毎週同じようなことを喋りながらなんか愚痴っぽくなりつつ <laughs> いやまあねまあそうねまあうん私の中であまり愚痴という 関心も,もないんだけれども、でもやっぱり、うーん、なんかこう自分の中でサインが出始めてるから、それに対して、あの準備を進めてるという感じかな。うん、でもそれは大切。やっぱりこう出ないじゃないけど、いや、私はまだまだいけるって思いたいじゃない。うん 思いたいけど体がついていかないなんか疲れがすっきりしない、うん、なんか頑張りすぎたらめまいがする、うん、なんかホットフラッシュみたいに耳何首の後ろが熱い <laughs>、うん、やっぱりそういうことよね頑張りすぎるとやっぱり無理が来るだから無理しちゃダメよっていうねまあそ,それもやっぱり人それぞれその無理のラインが違うので、うん、比べようがないんだけれども、うん ああだけど、基本はねなんかああ、よく寝て食べてっていう。うん。いや、でも、なんでもそうだけど、やっぱり自分の中で答えを出していくのが一番,、うん、一番かなと思う。その人がどう思うとか、うん、人から言われたからとかじゃなくて、自分にとって何があの幸せなのかっていうね、そこが。うん またね、グリッドの話に戻るけれども、あの、本当自分に持ち合わせてる、長けてるとこは絶対自分の中に持ち合わせてると思うので、それがただただ健康であってもね、あの、やっぱり自分と向き合って、あの、素直に、あの、自分の体を管理していく、自分でコントロールできないことがね、他人にできるわけないんであって、うん、それはもう間違いなく基本の基本、なと思う。うん、うん 確かにうんでも健康だけはねもう本当に自分のコントロール下にないことがあるから、うん、もうこればっかりはしょうがないんだけどそ,そうなった時にはきちんとやっぱり行動できるだけのねあの意思決定の強さはあ,ありたいなと思うこ怖がるだけじゃなくてねうん、まあ、そうなった時にもやっぱりこうまあねあの選択があるとね助かるなと思う、まあ、例えば、うん まあ私にとってはこのデジタルビジネスがプラン B なように、やっぱりこう、あのフルタイムだけっていうと、もしそれがなくなった時、仕事で働けなくなった時とかに、やっぱり、うん はい、今日う、あのー、いいりょうこさんにもテキストしたけれども、ものすごい大きいあのエンジニアリングファームがね、すごい大量にレイオフするっていうアナウンスメントを、うん、のフェイスブックのニュースで見たの、うん、もうね、この大きい会社は、もう必ず誰かがそこで働いてるって言ってもいいぐらい、うん、旦那さんとか、家族の誰か、お兄さんとかさ、自分の息子だったりとか、誰かが何か関係してる会社なのね。うん だから、そこでレイドオフがあるってことは、もうみんななんかね、やっぱりあの、暗い。うん、何もわざわざ私のね、あの、何々が、何々が、そこで働いてるから、レイドオフされる可能性があるとか言わないけど、もうわかる。だからやっぱりそういう、ね、アメリカはね、本当にあの、レイドオフっていうのは、本当に日常茶飯事っていうけど、これも本当にあの、 前からこうなる可能性があるとか言われてたことじゃなくても、いきなりスパッと来たらしいから、うんうん、まあこういうこともね、うん、あ,あるって考えたときに、仕事だけじゃないじゃない。ベネフィットも失うわけで、うん、やっぱり内国大黒柱な旦那さんがそういうことになると、結局家族も全くね、保険がなくなるわけだから、やっぱりあの、一つの収入っていうのは本当に安定しているようで安定してないよね。 あの、いい私の住んでるところでも、その大きなオイル、オイルギャスの、ねうんオ 何オールとギャス。<laughs> 日本語字と変だけども、の、まあ、会社があって、そこもやっぱりね、あの、ほんとしょっちゅう大量にこうガッサーってあの、レイオフがあるんだけれども、<や>でもやっぱり、あのそこで働いている人たちってやっぱりお給料がいいわけじゃないって、特にトップの人なんかすごいいいお金を稼いでるから、やっぱりそのお金持ちが住むエリアっていうのもあって、で、そこに住んで高いそのモーゲージの あのミリオンのお金のねそのモーゲージのところに住んででも学費の高い学校に子どもも行ってっていうその生活はやっぱりそのお父さんがそこで働いているから成り立っている全ての生活なんだけれどもやっぱりそれがもうバッてなくなるともう家も引っ越さなければいけないあの学校もあのそこには通えなくなるもう生活全部がもう あの、変わるっていうね、なかなか日本ではこうのないかもしれないけれども、アメリカはもう本当、あの、ある、あるしね、あるし、まあ私から用わしてもらったら、あの、いや、なんでそれを想定して、もうちょっとこう、 ダウンサイズした生活をしないんだろうって、ね、思ったりもしないでもないんだけれどもでもそこはやっぱりまたちょっとね国民性があのアメリカ人は違うのかなと思ったりするけれどもいやでも大きいポイントよあのうちも何度もねあの大黒柱である夫がね911のあの,の後であの解雇されたわけなんだけれども全く彼のパフォーマンスとか関係なくね、うんあの 業界全部が落ちてったっていうやつなので、うん、こればっかりはもうどうしようもなかったけれども、一重にサバイバルできたのは、やっぱりあの、夫の一つのあの収入だけで生活100%やっていて、私のお金は全てアディショナルで、あの、インベストメントだったりとか、貯金だったりとか、そういうことに回してたおかげで、あの、生活費じゃなかったってことね。 だから彼のお金がごっそりなくなっても私の持ってる稼いでたものを生活費に回せばなんとか生活が回ったっていうだけど周りを見たら実はみんなそうじゃなかったっていうね2つインカムがあったらそれ全て生活に最初から行ってたからどっちかが傾くともう生活が成り立たないだからそういうこともまあ私たちは全くそのことを想定してなかったけれどもまあ,あるんだなっていう本当にあの 怖いよねもう怖いとしか言いようがない。うん、あの本当にねうつになったとは言わないけれどもこうね明日が明日を迎えるのが嫌な気持ちみたいな明日もまた、ねうん、あし明日が嫌っていうか明日が楽しみに思えないっていうか、うん、まただんとにかくあの旦那が落ち込んでるのを見るっていうのはもう本当に心が痛む。うん で、その人を残して行ってきますって行かなきゃいけないわけです、仕事に。で、彼は延々仕事を探して、で、その探すのもさ、やっぱりあの、さっきのグリッドの話じゃないけども、好きなものは決まってるのね、うちの夫も。うん、だからその業界で全く仕事が得られないってなると、もうやっぱり探すのも気合入ってないよね。うん。嫌だなことがもう分かってるから。でもそれでもやっぱり家族を養うために何かしなきゃねっていう。 だからそういう意味でもやっぱりみんなそういうねなんか家族を養うために好きとか嫌いとか関係なしに必死で生きるっていう時期があるからやっぱりそういう体験をねあの子供たちも見てと通ってきてるからあのやっぱりたくましいっちゃたくましいよね、うん、<と>そういう経験って私はやっぱ必要だと思っててだから なんだろうな。まあ、うちも結構旦那が、あの、レイオフにあったっていうのはもう本当にたくさんしてきて、で、やっぱりさっきもゆうこさん言ったように、私もね、当時は、もう、自分から命をどうしようとか、もちろんそこまで考えられる、その、まあ、勇気っていうか、それは私にはなかったんだけど、でも、もしこのまま、明日が来なくてもいいやっていうような、そういう気持ち、 ではいた時がたたがくさんあった、うん、本当にね明日が楽しみじゃないっていうのはねもう本当にこれ言葉にあまりしようがないよね体験した人でないとあの言葉にできないというかあのどういうふうに前向きになっていいのかもわからないし。うん どういうふうに明日を迎えていいかもわからないし、ただただ、ただただ本当にすべきことだけをしてサバイバルしていくっていう時期がね、なんかみんな生きて、長く生きてるとね、一度や二度あるので、やっぱりそういう時期をやっぱりお互いにこう思いやりを持ってね、サバイバルしていくっていうのが、あの、まあ、結婚生活の鍵でもあったし、あの、長年ね、一緒にいられる、まあ結果だったのかなとは思うけれども、いや、でも、 までもね、やっぱりそういう時期があったからこそ、なんか私の中で、その、うん、絶対もうあ,あの時のような思いはしたくないなって、若いからまだ精神的にも乗り越えられたけど、これが50代、60代できたら、本当それこそ、あの、立ち直れない、まあ立ち直るんだけれども、やっぱりもっとしんどくなるだろうなって思った時に、やっぱり、あの、 プラン B できちんと将来を席はしていった方がいいなっていうのはあるよね。うんうん、もちろん。あまあ私らぐらいの年になったらね、もう転職というよりもやっぱりアーリーリタイアっていうのが自然なんだけど、うん、アーリーリタイアをエフォードできる人なんていないでしょ、今の今のね、時代でもう全て高くなっていく一方だし。 本当に全てが高くなっていってる一方で、私たちのお給料だけが上がっていかないっていう、焼け石に水っていう状態だから、もう、もうみんなね、あの、アーリーリタイアしても、あの、パートナーになんなりで、あの、健康である限り、何らかの収入を得たいっていうのが、私の周りでは一般的な考え。いや、普通に会社で働いていて、アーリーリタイアをしたらやっぱりそういう風になる。 ね、他にインカムが入ってこないんだからねまあねやっぱり健康状態もそれこそその時にね大きなもう本当にほんにあのし終日働くっていうのはもう60近くになったらやっぱりしんどい、うん、残業がなくてもしんどい、うんうん、で,でやっぱりそれプラス今度は女性だったら家事をしてねスーパーに行って料理をするってことなんだけれどもやっぱり やっぱそういう生活は無理ね。だからやっぱりパートっていうのはすごく私はいい仕事だと思ってるので。うん、忙しくできるし、適度に、適度にアクティブに。だから、年いったらね、パートっていうのは素晴らしいと思うし、この国はさ、あの、ほら、 あの、エイジディスクリミネーションっていうのがないから、どこででも仕事さえやりたいと思ったら、あの、できるっていうね、それは素晴らしいところがあると思うので、私はもう間違いなく、どんだけね、あの、ビジネスで成功しても、パートは絶対してると思う。 私も一つだけっていうのはないと思う。もしアーリーリタイアメントしたとしても、このビジネスと、あとまたもう一個二つくらい何かでこういくつかこうあってっていう。そういうふうにしていかないと思うこ。これからの時代は、一つだけのインカムではやっぱりね、あの怖すぎるね、うん、何が起こるかわからない時代。うん、確かに。現実だね、うん、それは。うん ね。そう思いますね、はい。今日もありがとうございました。はいはい、また来週。